皆さん、こんにちは。田中総太郎役の関俊彦です。一ノ瀬八郎役の井上和彦です。若い和彦さん !21 歳納豆え何ですかそれ二21歳いやいえ、もう信じられないもういェー先輩いややだやめてもうもうやめてそうやってやるのは先輩 !16 歳だよ、回想シーンは。 どうよどうよって言われてすね。<laughs> えー、とうとう。まあ、それはともくとして、えーえー。9個原作、えー、帰り道。ねはい、これのドラマ CD の収録が先ほど終わったところなんですけども。はいえー、これは僕も全然知らなかったんですけど、えー、っと、なんて BL 小 BL 小説携帯配信サイト、えー、ローズティーっていうやつから発信されてる なんか小説のドラマ CD なんですけど。よく読めました娘に、あの、資料を今ちょっとね、<laughs> はい。あの、言いませていただきましたけども。<laughs> 携帯でね、なんかこれ、この小説をアクスして読んで。面白いですね。新しいジャンル。朝チュン。何ですか朝チュンって。朝になるとスズメがチュンチュンと。は<あ>こうだから、ベッドシーンに入っていくのかな、うん、フェードアウト、チュンチュン。これが、この、素晴らしい。朝チュン。 の、醍醐味。<laughs> <laughs> これ、フェードアウトからチュンと鳴くまでを想像するところに、醍醐味がある。あ、でも、そ、それはちょっとあの、BL というジャンルにおいては、<え>起手破りでございますですよね。要するに、この、朝チュンはですね、うん、ドラマですよ。<ー>人間愛ですよ。<ー>そこをしっかりと構築しているから、朝チュンで、いいんですよ。<ー>みんなの耳にはちゃんと、 チュンじゃなくて、案アンが届くんですよ。ああ、そうか。ああ、そうまあ、でも、ドラマってでも、普通のドラマからすれば、大体、大体考えてみれば、そういうとこをこう、人間ドラマを見せといて、大体は朝チュンですよね、考えてみれば、本来。本来ね。ね。しかも、なおかつ、BL というジャンルを踏まえつつ。踏まえつつ。そこが新しいわけですね。で、この新しいジャンルを。これ、第一弾ですから。え第一弾って何て言うんでしたっけピュア BL。 ピュアビュエルというジャンル。ねしかし、そう横のネミを考えた方もすごいですよね。うん。楽しい、こう、作品になったんじゃないでしょうかね。そうですね。ど、どうでした八郎さんの役は。八郎さんですかまあ、一番最初、こう、台本見たときに、あの、えこれ、だ、僕、誰をやればいいのって思って、事務所に電話して。私もそうでした。で、ちょうど交番表が入ってなかったんですよ。ああそれで。じゃあ、ちょっとね。うん。ここ、俺、やる役ないんだけど、みたいな。 で、会社の上司と酔っ払ってる人みたいな。違う八郎さんって、ええって。もう、そう、そう太郎じゃなくて。で、相手が、関ちゃんだったからさ、ええゾンっちゃけカズコさんって知ってから、ちょっと。2、3回びっくりしましたよ。あ、そうすか僕は4、5回びっくりしました。やばいやばいと思って事務所に出まして、これ絶対これ反対なんじゃないの役の振りがとかって心配して出ましちゃったりしましたもう、それからだから、 今朝までね、ずっとこう、にま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 して。うわいや、今日は若い子いかないとなぁ。いやぁ、いっちゃったな頑張んないとなぁと思って朝から納豆食ってきた。ああそれで。それで最初の納豆のおたけびがあったんですね。ああいいおたけびでした。で、えぇ、ね、宗太郎の役はどうでしたあの、やっぱりあの、なこうなんか、長いものに巻かれる的な、あの、会社組織の、あの、サラリーマンみたいな、なんか、自分に合ってるなと思っちゃった。うん。なんか、長い、長いものに巻かれるタイプだから。 あ、そうなのうんうん。ああ、最近ね、なんか、よ、弱気になってるもんね。うどん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 弱気になってすね。だからもう僕はずっとこれからスーパーに佇んで、試食をまっするんだ。けてはいということで、お楽しみいただけましたでしょうかはい。もう皆さんどうもありがとうございました。帰り道には気をつけてください。うまいかさん、さすがこの、2やりますか仮に2、人で今度。2? ええ。この後すぐうん。このとすぐいやこのとすぐやるのそれはちょっと無理かもしんないけど。 ええということで。はい。本当に、どうも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。2が出る。ですね。らしいので。はい。らしいので、勝手に決めてんの。楽しみにしたいと思います。はい。皆さんがですね、応援していただけると、ツー2が出るんじゃないかと思いますが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、その時まで。はい。ね。はい。さよならということで。またお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 ロマンスを愛するあなたの夢で私たちは生まれるロマンスの城に足を踏み入れたプリンセスさあ姫にお手をどうぞひとときのロマンスを私たちと